調査で11レースの1得点ですけれども、はい、まあ、近畿勢4人いる中ですけど、古城さんがいるので、はい、まあ、大阪同士としてはやはりいい連携をという。そうですね、まあ2人にお願いして、古城の番手に生かしてほしいというふうに伝えて、はい、まあ気持ちがすごい入る位置なんで、はい、まあ、入りすぎないようにいつも通りの、まあ、精神状態で走ります。まあ、岸和田バンクが回収されてとても、まあ、綺麗になったと伺ってますけど、はい、走りやすさというのはありますか？走りやすいのはもうすごい走りやすいですね。その、まあ、風の影響が出やすいバンクになったかなと思うんですけども、まあ、その辺もこう、まあ、練習してきた中でいろいろつかめた部分はあるし、まあ、路面に関してはもうこれ以上ないぐらい綺麗なんで、はい、楽しみです。翔さん実質としてはちょっと久しぶりの岸和田で走るミヤハイになると思うので。そうですね、まあ、出れないミヤハイもあったんで、はい、まあ、でも、まあ、そんなことは関係なくもう今回に向けてやれることは全部やってきたんで、あとはもうレースで出すだけです。まあ、先ほど言われたようにその入りすぎずの中でその、まあ、落車後でもあるし丁寧に準備をされてきたという。まあ、そうですね、いい、なんかこう言い方悪いですけど、うん、まあ、いいタイミングで落車したなと思って、うん、まあ、ここに向けてしっかりやらなあかんことを自分なりに、まあ、思い直してやってきた、うん、1ヶ月やってきたので、まあ、そうですね、まあ、計画的にはできたかなと思います。では気持ち入れすぎずで、おそらく翔さんよりも周りの人たち、やっぱりこの千代田ここまで回収してやはりやろうとか、いろんな施工とかファンとか、応援は大きいと思うので、すごく楽しみにしてます。はい、頑張ります。頑張ります。